みんなの党は戦う改革を進めてまいります公務員制度改革を徹底して行うそして岩盤のような規制が日本の成長を阻んでいるんです岩盤に守られた既得権益に風穴を開けるとどうなるか新しいビジネスが続々 出てくるようになるんですみんなの党は増税の前にやるべきことがあるこれを徹底して言ってまいりましたまず自ら身を削ることですよ国会議員の歳費3割カットボーナス5割カットの法案を6度出しましたそのたんびに自民党公明党民主党の岩盤に阻まれて廃案になってきた我らに てこの原理で国会を動かす、そういう力を与えていただければ、まず自ら身を切る改革を徹底してやってまいりますよ、自民党や公明党や民主党みたいになんちゃって改革じゃだめなんですよ、中途半端なアリバイ作りの改革じゃ進まないんです、それくらいにこの岩盤は分厚いものがあるんです。みんなの党は 違いますみんなの党は自慢じゃないけどお金もない組織もない支援団体もないでもしがらみがないだからみんなの党は徹底した改革を提案することができるそういう政治勢力なんです。